スティングです。で、本来サワラキャスティングっていうのは柔らかいスピニングロッドで、ピノとかをジャーキングとかしていくんですけど、ちょっとね、僕サワラキャスティング用のタックルっていうのをちょっと持ってなくて、で代わりに今回はこの、バスタックルでちょっとこうやってみようと思います。で、竿もね、ちょっと巻物用で、柔らかい竿になってるんで、ちょっとこれで挑戦してみようと思います。どれぐらいの？ちっちゃいです。でも全然140のブロウィンとかでも出てくる。あ、そうなんですか。やっぱちっちゃいでやって、ちっちゃいの投げたら絶対釣ります。やっぱアピールが大事です、ね。アピールが。うん、ジャークベイトが多いですね。あ、結構大きめのミノーとかでもいけるってことですか。こればっか、こんなんばっか。あ、そうなんですか。へえ。あ、でも最近渋いって渋い渋い。そうか、じゃあちょっとルアー変えてみようかな。ジャークベイトとか持ってきてないですね。これの1個大きいやつは持ってきてるんですけど、サゴシチューンでもいいですけどね、ジャークベイトの方はサゴシチューンでもいいかもしれない。肌巻きですか、ずっと。いや、もうジャーク。あー、サウラはジャークですね、こうやって。あ、それで、まあ、ピンチで。へえ、わかりました。そのシチュエーションが。Thank you.
が。魚はおることは分かったな。うまそうなんだ。おお。はい、ありがとうございます。よかった、よかったよかったわ。はい、ありがとうございます。それトラフグですか？トラフグじゃないか。すげえ。大丈夫です。おお、ごっついな。届かへんところで。さあ、帰ってきました。今回まあなんとか1匹サゴシが、釣れたんですけど、たまたまねそのカメラ回す前に、ちょっとこう目の前で
ボーっとこうナブラが出て、その瞬間に投げて巻いたら食ってきたっていう感じで、だからちょっとヒットシーンがちょっと撮れてなかったです。でまあ今回まあ5便でずっとこう竿の方振ってたんですけど、まあ他の方も何匹かやっぱり釣ってらっしゃる方っていらっしゃって、で結構僕思ったのはタックルセッティングっていうのが結構シビア で今回ちょっとバスタックルでしてたんですけど、まあ、バスタックルの中でまあどちらかというと自分の中では柔らかい竿だと思ってたんですけど、やっぱりそのルアーは全然スピニングと同等ぐらい飛ばせるんですけど、やっぱこうジャークとかした時の動きっていうのがやっぱり竿はねちょっと硬いんでしょうね。やっぱそこでこうルアーにやっぱり違和感があって食わないのかなっていうのは、ちょっと思いました。まあねやっぱりねもうちょっと何回かちょっと行ってみて試行錯誤した上で、また新しくタックル買うかとかっていうのをまあまあちょっとこう決めていきたいなと思います。で本日お世話になった、スバルマルさんの船長さん、ありがとうございました。でまた概要欄にスバルマルさんの、ホームページ貼っておきますんで、また気になる方見てください。で本日の動画、ここまでです。また開けていきますんで、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。